本日ご紹介しますのは川崎忍者 ZX 10R のご紹介となります、もうこちらの車両ね、おなじみの車両ですね。スーパーバイク選手権の王者となります。非常にね、高年式、走行距離も、浅い車両となっております。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、フロントマスクですね、10R といえばこの2眼のヘッドランプ、大きな、ね、レンズ割れ、そういったものもございません。そしてですね、アッパーカールですね、こちらも、飛び石のようにね、塗装剥がれやね、スクリーン割れ、そういったものもございません。ミラーもね、捨て、塗装剥がれね、そういったものもございませんね。はい、そしてね、なんといってもこのラムエアの取り出しね、これが 10R の特徴となります。はい、フェンダーです、モンスターグリーンのね、フェンダーとなります。大きなね、フェンダー割れ、塗装剥がれ、そういったものももちろんございません。はい、そしてね、フロントは締まりです。ブラックのホイールとなります。大きなガリ傷曲がりね、そういったものもございません。ブレーキはダブルディスクです。そしてね、ブレンボキャリパー採用となっております。そしてですね、倒立のフロントオープンは昭和のね、バランスフリーフォークとなります。大きなね、オイルにじみ、そういったものももちろんございませんね。アクセルのね、スライダーも装着となります。はい、ではね、サイドもあってカルですね。はい、10R のね、ロゴがしっかり入っております。転倒によるね、大きなカール割れ、そういったものももちろんございませんね。はい、そしてね、フレームですね、こちらもね、はい、大きなね、サビ、腐食、転倒による傷ね、そういったものももちろんございませんね。はい、ステップですね。はい、オリジナルのステップとなります。はい、そしてね、マフラーです。オリジナルのマフラーですね。サウンド後ほどご紹介したいと思います。はい、そしてね、リア締まりです。フロント同様ね、ブラックのホイールとなります。大きなガリ傷曲がりね、そういったものももちろんございません。はい、ではね、リア回り、凛々しいリア回りです。フェンダーレスキットです。キート仕上がっております。はい、そしてね、シュートです。大きなね、破れ切れ、もちろんございませんね。はい、タンクです。はい、こちらもね、モンスターグリーンのタンクとなります。はい、そしてですね、タンク内のご紹介です。はい、大きなサビ腐食ね、もちろん出ておりません。はい、そしてですね、エンジン始動といきたいと思います。ステアリングはね、オーリンズのステアリングダンパー装着です。そしてメーターはね、 TFT 明るいね、液晶のメーターとなります。ぜひ ZX-10R お探しの方、お問い合わせをお待ちしております。